まずは股関節を緩めるレックスイング、胸を張らずに目線を下げましょう。バランスが取れます。次は反対です。体を少しずつ温めていきましょう。下半身全体に効くスクワットアンクルは、足首をタッチするときに体をひねりましょう。足が上げやすいです。全身まとめて鍛えられるツイストスクワットは、立ち上がるときにつま先、膝、股関節を外に向けましょう。ハイプランクウォークは、手のひらの付け根で押してリズムよく腕を動かしてください。お腹のたて線ができるロープクランチは、腕を思いっきり伸ばして上半身を上げましょう。あと10秒、脂肪を燃やしましょう。残り5秒です。3、2、1、おしまいです。1週間お疲れ様でした。